どうもー、マサヤングの言ってることチャンネルにようこそということで、今回はですね、ボスの CP1X がめちゃ良い件についてということでお話ししていきたいと思います。ちょっとですね、なんか思い立ってというわけではないんですけども、コンプレッサー、ギターのエフェクターのコンプレッサーですね。これがちょっと最近ちょっと使いたいというか、なんか積極的にこううまくね、コンプレッサー使って音作りしたいなっていう気持ちがね湧いてきまして、なんじゃそれって感じですけど、いろいろね調べておりまして、で一応そのコンプレッサーとしてはですね、まあ、こう定番のダイナコンプ持ってまして、でこれすごく優秀だと僕は思ってます。で例えばですね、まあ、このセンシビリティ、このこっちがねコンプ もろもろのこのコンプの設定こっちで変わるんですけど、まあ、大体この辺からこの辺で、結構ナチュラルなコンプ感が得られます。もうこれ以上上げちゃうとすごいバコンバコンになったりとかしてしまうので、この辺だとその単体で使った時、例えば一本の弦を弾いた時とコードを弾いた時の音量差が小さくなったりとかしてですね、とても使いやすい感じになるし、かつこの辺のね、範囲であれば歪みのねブースターとして使ってもなかなか気持ちよい歪み感が出て、いいなというような感想であるんですけども、一応このダイナコンプこれ自体はね最近のものなんですけども、このダイナコンプ自体は古いもんなんで、もうちょっとこう最新のねコンプはどんなもんやろうと思って、CP1X をですね試奏に行きました。で、まあ、何かと比較した方がいいなと思って、ちょうどね CS3 もう同じボスの、コンプですね、1986年に発売された、まあこれそれも結構古いんですけど、それと CP1X をね引き比べしました。でその感想をちょっと話していきたいんですけども、その CS3 の方、1986年から発売されて今もね売られてるやつなんですけども、それの印象はね結構このダイナコンプといやもちろんそのキャラクターは違うんですけども、なんかアナログ感のあるコンプレッサーっていう印象としては想定の範囲内、ダイナコンプの感じやなっていう感じでした。だからそのつまみの位置によって、まあ、こういうコンプ感かかるだろうなっていう、なんか予想通りの感じがしました。で、もう一個ですね、CP1X。この最後にこの X がつくやつはですね、ボスのコンパクトエフェクターで、アナログに特化したものとデジタルに特化したものっていうのをなんかある時からすごい分けたらしいんですね。で、アナログに特化したものは皆さんご存知、技シリーズ。で、デジタルに特化したものは X シリーズ。例えば、僕が持っているこの OD1X。これもね、すごい気に入ってるんですけども、OD1X もそのデジタルの方に振ったコンパクトエフェクターの一つですね。で、両方ともですね、その X シリーズっていうのは MDP っていうね、なんか多次元なんちゃらかんちゃらっていうね、日本語に直すとすごいややこしいなんか名前ついてますけども、4つのノブの裏でめちゃめちゃその複雑な処理をしてるみたいなことがあるみたいです。シンプルにだから、ハイを上げたら、ハイだけ上がるんじゃなくて、それに付随してなんかその歪みのね、この辺りの歪みが上がったりとかっていう、なんかすごい複雑な処理をしてるらしいです。で、実際この OD1X も、結構歪ませた状態であっても、テンションコード、例えばメジャー9とかね、結構その普通の歪みエフェクターだとぐしゃって歪んじゃうような、ちょっと複雑なテンションコードを弾いても綺麗になるんですね。僕のその理解としては、その弦を一本ずつその分離して処理してるんじゃないかっていうぐらい、すごい不思議なエフェクター。です。はい。X シリーズっていうのは。で、それで、その CP1X っていうね、コンプも、出てると。そのデジタルのシリーズで。で、ちょっとすごい興味をね、持って、弾いたんですけども、これがね、すごかったです。何がすごいかというと、こっちが弾いている内容に応じて、なんかつまみの位置で、もちろん音は変わるんですけど、なんかその、ダイナミックになんかこう中で動いてる感じ。僕の印象としてはなんか中にね小さい人がたくさん入ってて、こう演奏を見ながらなんか音をね微調整してくれてるような印象でした。はい、すごい不思議な感じでしたね。で割とそのこの OD1X にも言えることなんですけども、その CP1X の方はですね、どこのつまみにしても結構使える音でした。一応コントロールとしては、レベルとアタックとレシオとコンプかな
はい、でそのアタックはアタックの強さ速さかなで、リシオはその圧縮度合いでコンプはどのぐらいの音量からかかるかっていう、ところですね。インジケーターがあって今これぐらいコンプがかかってるよっていうのがねこう目視でわかるんでそういうのもすごくわかりやすかったですね。で結構このダイナコンプでこのね、センシビリティ上げすぎるとですね、例えば単音ですごいパーンって出て、でその例えば E のコードを6弦全部使う E のコードジャーンって弾いた時にすごい引っ込んだ感じになったりするんですけど、その CP1X の方はもちろんその1本の弦弾いてパーンっても出るし、その E のコード弾いてもその引っ込むんじゃないんだけど、なんかまとまった感じですごい圧縮されてる、なんかそのアナログでは多分絶対表現できないだろうなっていうような処理を感じましたね。で若干その、ね、OD1X でも言えることなんですけど、そのデジタル感っていうのはね若干あるのかなっていう感じはしましたね。 CS3 とか、まあ、このダイナコンプとかっていうのはなんかアナログっていう感じの音なんですけども、その CP1X はちょっとね、デジタルっていう感じがあるんですけど、それを差し置いたとしてもそのなんかこうかゆいところに手が届くなんか裏のパラメーターが何かわからないんですけども、そういうところで、なんかねすごく気に入りました。はい、でまあね、あのコンプレッサーってなかなか興味持つ人もあんまり多くないと思いますし、その例えばここでね試奏してもね、違いが分かりにくいもんだったりするんですけど、結構その弾いてる本人としてはあの体感としては大きく変わるもんなんで、あのぜひねいろいろあの試奏しに行ってもらいたいなっていうような、感じでございます。で、僕としてはですね、その CP1X がね、痛く気に入りましたので、なんとね、購入してしまいましたということで、レビューはですね、次回の動画で、していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちくださいということで、今回は以上で終わりたいと思います。あ、そうだ、あと LINE のオープンチャットで、こういうね機材の話をするオープンチャットやってますので、ぜひ下の概要欄から参加してみてください。あとコンプのなんか話とかのねコメントもお待ちしております。ではバイバイ。